え、じゃあ、リカさんが読んで、これ絶対本当だって思うのは、やっぱ結構、ってか、まあ、本当それだって前提だと思う。思うんですけそうでど。すね。だいぶたくさんやっぱり長いことやってきたから、あ、そういうことってあるんだなってもうだんだん思ってきたし、やっぱこの1巻目のやつに真ん中に収録したトントンさんっていうのは、ある時冬だったんだけど、読あのほぼ日の会談の投稿が来て、冬なのに来たなと思ったら、続きものだったの。あと続きますみたいに書いてあって、だけどそういうのってちょっとなんとなくあんまりこう、逆にさっきの話じゃないけど、リアリティがないじゃないけど、反応しないから、なんか別に飽きてやめんじゃないのかなと思ったら、こう来た話が、もう自分の母が遊びに来て遊んで帰るんだっていうような話がこう来て、すごくなんかそれがちょっと面白かったというか、その中に入ってるんですその中に入ってた。これは取材した行った話があって、それを読んで本当にありえないと思ったんだけど、直人さんが取材行こうよ、絶対やらないよ、絶対や、もう絶対や、死んでもいいやって言ったんだけど、死ぬって、長野のに住んでるお母様の娘さんが、ね、娘さんは私と同世代だからもうあれなんだけど、お母さんの経験を、昔私の娘が、つまり孫とお母さんがこう2人でキャッキャ夜2人で遊んでるところに何か来て、こう布団をファーって持ち上げたり、音を鳴らしたり、で質問するから答えてね、イエスだったら1回、はいだったら1回って、畳をこうザザザってやって、ザザザってやって、違ったら2回ザザザってやってっていうようにやってて、なんかで夏になるそかれなっは、て。その方がザザザってやってるわけじゃなじくゃない、じて、ゃない。だから、その投稿した娘は、最初それ冗談だと思った。母親と娘がなんか遊んでて、嘘でしょって思ってたんだって。で、だんだん、あれって思って、もう本当に、なんか、急にカーテンとかがぐるんぐるんに結ばれてて、一瞬で。一瞬で、一瞬で。とかいうようなことがあったり、引き出しがこう階段状にガタガタって、一瞬で開いてたりとかしてて、とかいうようなことがいろいろあって、親これはってなって。だけど、お母様は大体一人でいるから、その夏以外は、あんまり怖いから出てこないでねって言ったら、ある時から出てこなくなったらしいんだけども。そこにリカさんと？そう、そこの場所が、長野のね、ある場所で、行ったの、長田さんと岡村さんと3人で行って、そこでまた改めてその話を聞いたのを、取材記事にして、それまだトントンさんって載ってるんだけど、この間アンケートも取ったんだけど、今までのほぼ日の会談でどれが好きですかって、やっぱトントンさんが好きっていう人がすごく多くて、